イシュトバン・ケルテスは、ハンガリー生まれの指揮者である。ハンガリー式の表記では、ケルテス・イシュトバーン。ハンガリー王国のブダペストで生まれ、ドーチヌ・フェレンツリスト音楽院で、ゾルタン、古代他に学んだ。1955年から、ブダペスト国立歌劇場の指揮者となる。1956年、ハンガリー動乱の時、ジョルジュ・シフラと共に西側に亡命した。 その後はウクスブルク国立歌劇場、ベルリンフィルハーモニー還元楽団などを指揮し、1965年から1968年まで、ロンドン公共楽団の主席指揮者を務めた。日本にも客演したことがあり、日本フィルハーモニー公共楽団を指揮した1968年の演奏記録が残っている。1973年4月、 イスラエルフィルハーモニー還元楽団に客演した折、イスラエルのテルアビブの海岸で遊泳中、高波にさらわれで騎士した43歳ボーツ。ケルテスの墓1973年より、バンベルク公共楽団の首席指揮者の就任も決まっていたが果たせなかった。オーケストラの団員からの信頼は絶大であったという、ロンドン公共楽団の音楽監督会人も、 聴衆が集まらなかったことが原因であった。また、ジョージ・セルナキアとのクリーブランド還元楽団の音楽監督として、学院選挙で選ばれたが、運営サイドは最終的にドリン・マゼールを選んだ。突然の死により、曲の一部が未収録で終わった、ウィーン・フィル・ハーモニー還元楽団とのハイドンの取材による変装曲は、ウィーン・フィルが追悼の意を込めて、 その部分を指揮者なしで演奏し、レコーディングを完了させた。また、ブラームスの公共曲全集作成のために、公共曲第2番もウィーインフィルト再録音が予定されていたが、果たせなかった。ありがとうございます。